酸化鉄、酸化鉄、酸化鉄酸アイアンオキシドは、酸化第二鉄、酸化第二、鉄、フェリックオキシド、ヘマタイト、赤色酸化鉄、赤色酸化鉄、レッドアイアンオキシド、合成時赤鉄鉱、合成時、咳鉄鉱、マゲマティ、レンガラ、レンガラ、コールコテア、酸酸化二鉄、あるいは単にサビとして知られる、いくつか存在する鉄の酸化物の一つで、 常磁性を示し、組成式は、フェイヨで示される、化学物質である。結晶は固く金属光沢を持った黒色だが、粉末になると赤葛色を示す。一般的に見られるものは、常温常圧で生成した微結晶の集合で、非常に脆い赤葛色の古代。水酸化鉄の脱水や、金属鉄の自然酸化によって生ずる、赤鉄鋼を構成しており、 これを還元して金属鉄を得る。赤錆と呼ばれる錆は鉄の自然酸化によってこの物質ができることによってなる。2008年度日本国内生産量は148,413トン、消費量は3,976トンである。アルファ・フェイオは騎面定唱でコランダム構造の通常を見られる酸化鉄の結晶系である。自然界では 鉱物のヘマタイトとして産出して、主要な鉄鉱石として採掘される。臨界温度 950K 以上では半磁性を示す。そして、熱分解や溶液からの沈殿により容易に製造することができる。免震立方構造の純安定状態の物質で、500度以上の温度域でアルファ症に変化する。 ヘマタイトを炭素で還元したり、塩化鉄溶液や硫化鉄を熱分解していることができる。立方構造の純安定状態の物質で、高温域で、アルファ小に変化する。自然界では、地化鉄鋼として産出する。フェリ磁性を示し、10ナノメートル以下の超微粒子状態では、超常磁性を示す。ガンは起シ水酸化鉄の熱脱水素化や、 酸化鉄を慎重に酸化することにより売ることができる。高純度粒子を得るには、中酸鉄の熱分解で製造する。斜方症構造で、ガンマ症からアルファ症への変態の途中で見ることができる。それ個単一症の物質として製造することはできず、常にアルファ症とガンマ症との混在状態で存在する。イプシロン症の比率が高い素材は、 ガンマ症の熱分解で調整する。イプシロン症は、純安定状態で500から750度の温度域でアルファ症へ変態する。電気放電で生じた鉄の酸化物や、硝酸鉄から沈殿したゲルの中にも見られる。高圧状態ではアモルファスが知られている。酸化鉄は、磁気記録に利用され、例としては、フロッピーディスクの磁性面に利用されている。それは双軸性。 PET フィルムに酸化鉄が塗布され、微粒子がデータの日数表現に従って対じすることで記録される。磁気インク文字認識は酸化鉄化合物をンキ中にを剣にごさせ、特殊な機器により読み取ることができるようにしている。文章や写真など社会での情報記録の大半は酸化鉄の白膜に磁気パターンとして記録されている。それは 光ディスクや紙媒体の本あるいはマイクロフィルムなど、他の代替物のビット当たりコストに比べ鉄を、機材とした磁気メディアのビット当たりコストが、はるかに低いためである。酸化鉄の非常に細かい粒子は、ジュラー、エスルージュ、レッドルージュあるいは単に、ルージュと呼ばれ、金属装飾品やガラスレンズに利用されている。歴史的には、ルージュは化粧品としても利用された。 ルージュは酸化セリウムなど次第に現代的な研磨剤に置き換えられつつあるが、光学機器や装飾品の上質な輝きを求める。採掘士などは未だに利用している。金を磨く際に、ルージュはわずかに染色することで部品の輝き具合に影響を与える。ルージュは粉末状の個体で糊状にして研磨布と組み合わせたり、ローやグリースと混合して棒状にして利用する。 酸化第に鉄以外の研磨剤も、ルージュと呼ばれることもあるが、その場合は酸化鉄は含まれていない。装飾細工掘は装飾品からルージュを取り除くのに、超音波洗浄機を利用する。酸化鉄は、溶鉱炉で金属鉄を製造するのに利用されている。また、酸化鉄は、テルミット法と呼ばれる、激しい発熱反応にも利用される。酸化鉄は、色素としても利用され、 ピグメントブラウン6、ピグメントブラウン7、そしてピグメントレッド101などと呼ばれている。いくつかの色素、例えばピグメントレッド101やピゴメンブラウン6は、アメリカ食品医薬局は化粧品に利用することを許可している。滋賀県の大海八幡市付近では、酸化鉄で赤く着色したこんにゃくが伝統的に生産、消費されている。陶芸の釉薬とされる。 焼きにより分解して、フェイヨの黒色を生じる。酸化鉄のナノ粒子は、医療機材として応用され、核磁気共鳴画像法のコントラスト造影材としても、利用されている。そして、これを元素式を標識させると、磁気制御による薬剤輸送にも、局所的な温熱療法にも利用される。あるいは、磁性流体の製造にも利用される。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。